ポーツデポアルペンモール森山下見店の岩ちゃんです。本日はこちら、新しく発売されたレガシーのレビューをしていきたいと思います。スポーツデポアルペンベースボールフットボールジャンです。では、今回新たに発売されたレガシーの特徴を3つご紹介していきたいと思います。1つ目が重さです。トップバランスでプラス 20g、 ミドルバランスでプラス 10g 重くなったとのことです。続いて2つ目がカラー。こちらがトップバランス、こちらがミドルバランスになっております。そして最後3つ目がこちら、レガシーのデザインコンセプトに沿ったカラーデザインとなっております。以上3点が今回新たに発売されたレガシーの特徴ですが、やっぱり気になるのが重さですよね。少し重くなったということで、現行のレガシーとどう違いがあるのか、どんなバッターにおすすめなのか、今回はこちらをレビューしていきたいと思います。今回はスポーツデポモゾワンダーシティ店の野球アドバイザー高山さんに打ち比べてもらいました。はい、ということで高山さんに現行レガシーと新しいレガシー打ち比べていただきました。高山さん、どうでしたか？いや、全然重いですね。やっぱり 20g 結構違いが。全然重い。あとやっぱ、ね、ヘッドも全然効くし、重いです。はいはい。ちなみにこの新しいレガシー、どんなバッターにおすすめとかありますか？まあ、だから今までの重さに物足りなかった人とか、はいはい、あとまだ02を使い続けてる人、なんかが使うと絶対おすすめで、めっちゃ飛ぶと思います。ある程度、力があってしっかり振り切れるバッターだったら、またちょっと人よりも上がってくるんじゃないかなっていう感じで、そうですね、今までさらに飛ぶと思います。それは楽しみなバッターですね。はい、はい、では本日は高山さんに出演いただきました。またの出演お待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今回新たに発売されたレガシーを高山さんに打っていただきました。ちょこっと重くなったレガシー、気になる方はぜひ店頭までお越しください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。スポーツデポアルペンでは新しく発売されるちょい重レガシーの予約を受付中。トップバランスでプラス 20g、 ミドルバランスでプラス 10g 重くなっており、今のレガシーでは軽くて物足りないと感じているバッターにおすすめです。予約期間は9月発売予定のミドルバランスが7月15日から8月28日となっております。詳細についてはお近くのスポーツデポアルペンにお問い合わせください。たくさんのご予約お待ちしております。